はい、皆さんこんばんは。ピリカカフェです。今日も忙しい一日でした。9時に寝るはずがもう10時なんですけど、戒律をね、今日はまあ、とりあえず今非常事態なので、戒律は朝でも5時に起きるっていう戒律なんだけど、5時にアラームかけないと起きられないんですね。もうなんかくたびれてるのかな。それで5時にピーってなって起きて、なんかピーって押したらしいんだけど、その後ムニャムニャして、結局起きたのが6時半とかね、そういう感じなんですけど、今のところ、戒律はまあ、守れるだけ守って、昨日出たカードがね、罪悪感のカードだったでしょ。その、なんていうの、自分がうまくやれなかったりしたことに対して罪悪感を感じて、落ち込むのをやめようみたいなテーマだったですよね。で、まあ、あ、そうだなって思って、その、5時に起きるはずだったのに、6時半じゃんって思わないで、なんで起きらんなかったのかなっていう、その、なんていうの？自分ってダメだな、なんでいつもこうなんだって思うんじゃなくて、できなかった、失敗したり、まあうまくいかなかったりした時に、自分を罰したりいじめる考えをするんではなくて、単純に、もう改善方法をね、考えるっていうことの方が、全然人生が楽しいし、イージーにいくっていうね、そういうカードだったと思うんですよ。だから、なんていうの？自分なりにね、対策を考えるっていうことで。でもまあ、とりあえず今日は6時半に起きて、戒律1、白湯を飲む。白湯を一杯飲んで、そして、散歩に行くと。朝の光を浴びて散歩をする。今日は、近所の、なんだ、神社かな？何の神様かわかんないですね、調べても。公園に、神様がいるんですけど、そこに、結構好きな場所なんですけど、歩いて帰ってきて、1時間ちょっとかかりましたけど、そこに行って、まあ手を合わせて、毎朝の散歩をそこにしようかなと思ってます。そして帰ってきたら、とにかくトイレの掃除は毎日する。汚れてなくてもする。っていうことを一つの、自分のね、習慣にしようと思って、そこまでは必ず毎日するようにしております。そして今日ね、一日中何やってたかっていうと、まあ今、余命が宣告されたお母さんの病院に、まあもう本当に危篤状態っていうことで、2回、本当はね、誰も、普通の人は今コロナのため面会絶対無理なんですけど、特別に入れてもらって、10分か15分ぐらいの面会を1日に2回までしていいってことになってるので、2時と、7時半ぐらいにそこに行く、車で行って、その間、他の時間は、その、お母さんの92歳のね、一人暮らしのお家を片付けるっていう作業をしてます。要するにもう、まあ、お家にね、多分帰ってこれないっていうお医者さんのね、もう点滴とか入れてないとキープできないし苦しいので無理かなっていうことなんで、何か万が一のことがあった時のためにそのスペースを本当お弔いのね、お葬式の準備を、まあまだご存命なんですけど、これじゃちょっと無理っていう状態なんですよね。たくさんの一人暮らしの間のものがたくさんあって、なので、そんな大きい部屋じゃない。8畳ぐらいかな、6畳か8畳ぐらいのスペースだけど、びっしりなんです、もので。で、そこを今、片付けるっていう作業を、昨日からずっとやっています。で、捨てる。ものを捨てる。なんか私、今回の自分のね、人生を見直すっていう中に、物を捨てるっていうのがある。私と和樹くんもね、パートナーのね、片付けができない。友達とか家に来た人は分かると思うんですけど、やっぱ物が多くて、もうすごい雑然としてて、どうしたのっていう感じなんですよね。なので、
それを今回もう本当に丁寧に毎日を暮らすっていう中のことに、物を少なくして綺麗に片付けるっていうのが入ってたんですけど、自分のところをやる今、その修行が始まってから全然そういう時間はなく、まあたまたまかな。いや、皮肉なことに、その自分じゃないお母さんのその部屋を、ものすごい部屋をね、片付けるっていうね、ことがもう運命的に与えられたので、物を捨てるっていうのをやっております。もうね、骨董品の数々でね、私古いものが好きなんで、すごいワクワクなんですけどね、湯飲みとかね、古いものが出てきたり、でもまあほとんどは、やっぱりずーっと子供たちが小さい頃からのものとか、もう90歳なのでね、2、30年分としたしても結構前のものがあって、その、使えるものとか残そうねっていうことです。やってるけども、ほとんどが捨てるものなんですね。で、まあ、捨てるっていうことを今、なんていうのかな、捨て方っていうか、踏ん切りつけるっていうかな。まあ自分のものじゃないのでね、思い出とか、まあ一緒にやってるパートナーはね、あ、これこん、あの時のあれだみたいなあると思うんだけど、私はまあ家族じゃないので、なんかちょっと素敵な、あ、これ素敵じゃんと思って、まあ取っとくものもあれば、これはちょっと無理かなって、どんどんこう捨てていくっていうね。もうそれ膨大な数で、今日も多分20袋ぐらい袋にね、詰めたり分けたりしたんですけどね。まあ私も物を捨てられないし、掃除が苦手なんですよね。まあなんていうの、ちょっと ADHD の傾向があるんで、自分がその時グッてこう、興味が向いてること以外のことの優先順位がすごく下がるのね。だから何にもしないでそればっかりやるみたいなところがあるんですよ。なんかに夢中になると。なので、その、人間って、その原型っていうのがあるのよね。私はなんか子供っていう原型なんですよ。要するに子供っぽいの。子供っぽいってどういうことかっていうと、グレーゾーンがないのね。白と黒。0か100かで、だから掃除もそうで、例えば、なんか鏡があって、そう、ちょっと汚れている鏡があって、磨くとすると、普通の人は全体をザーって綺麗にして、まあその、一日のね、自分の仕事の配分の中で、できる範囲で綺麗にして、それを毎日繰り返して、まあ、ピカピカにね、していくと思うんだけど、その、私の場合、0か100かなんで、端っこから全部ピカピカにして、全部終わらせたいっていうのがあるんですね。で、それができないと思うと、なかなか手をつけられなかったり、途中で終わってしまったりね。だから、すごいピカピカなとこが半分でも、半分は汚いままとかいう風になっちゃうわけです。なので、ちょっとこう、子供っぽさ、うん、どっちか、グレーがある、大人の世界ってそうじゃない？白黒はっきりつけなくて、グレーゾーンで、のままでいけるみたいなね。そういうなんか需要的なものがあるんだけど、まあ子供っぽい人っていうのはどっちかに知る、正しいか間違ってるか、やるのかやらないのか、どっちかにしようみたいなところがあるのね。だからなんか自分のそういうところが片付けにも出ちゃうのかなぁと思ったりとかね。で、四つ原型っていうのはちなみに子供と売春婦、ちょっと言い方悪いですけど、売春婦の原型っていうのは、人は誰もなんかね、ちょっとネガティブな原型なんだけど、原型っていうのがあって、売春婦っていうのは自分の大切なものを、まあ何かを得るために売り渡してしまうっていうね、誰かの機嫌を取るために本当の自分の本心を、まあ、無視して人に与えてしまったり、大切なものをね、そういう原型ですね。人の機嫌を、顔色を伺って機嫌を取っちゃったり、そういう、原型。で、もう一つが、つぶし屋っていう原型ね。なんだっけ、子供と売春婦とつぶし屋と被害者っていうのがですね、つぶし屋っていうのは、そんなことやったってどうせダメっていう原型なのね。どうせ自分なんか
何やってもうまくいきっこないっていうのが根底にある人ですね。だからまあ資格ばっかりいっぱい取って、もう、証書の、何、卒業証書とか資格証書の積み上げいっぱいあるんだけど、どれも仕事にならないとか、どうせ自分がダメっていう。まあ人に対してもだから、そういう風になっちゃうかな。これやりたいっていう人がいても、これやけど、そんなのうまくいかないよっていう原型ね。それが潰し屋っていう原型です。だから、まあ潰し屋、まあどの原型も、周りにいる人に対して不幸を招くんですけど、で、潰し屋、次が被害者で、全部、自分の不幸は全部人のせいっていうのが被害者原型です。だから何かまあ不幸っていうのは起こるんだけど、なんか困った時に、うまくいかないとか困った時に、世の中が悪いとか、あの人が悪いとか、会社が悪いとか、そういう考えに偏ってしまう人のことを、まあ被害者原型っていうんですね。だからまあ、いろんな原型がありますけど、まあ私は子供原型なので、ゼロか100かみたいな。だからそれをね、なんか自分がどんな原型があるかなっていうのを、まあ今、ちょっとさらっと言ったけど、今度、もっと、その判定するようなね、動画も上げたいと思うんですけど、自分がちょっとどの傾向があるかなって知っていると、その、そういう自分気持ちになった時にね、あ、これは自分の悪いところだなって思って、ちょっと違う見方はないだろうかっていう、その対応の仕方ができるので、そういうのを知ってるのも、あ、いいんじゃないかなと思います。まあそんなわけで今日は捨てるっていうことを一日やって、捨て慣れるって、慣れてくるっていうかね、うん、まあ、今日の場合は割と捨てられるんだけど、まあ、使ってないけど、壊れてないし、綺麗だし、高価だったものとか、なかなか捨てられなかったり、まあ、大体、多くの人が、またこれ使うんじゃないかなと思って、取っておいてもう何年も使えない、使わないみたいなね。で、思い切って捨てたら、その一週間後ぐらいに必要になったりして、ああ、捨てたじゃん、みたいなね。そういう風になるんですけど、今日ちょっと思ったことは、また、なんとか手に入るもの、買えるものは捨ててもいいんだな、っていう風に思いました。これ使えるよね。でもいつ使うの？わかんないけど使うかも。どうなの？っていう時は、捨ててしまって、本当にいる時にはこれはどっかで頑張れば買えるし、手に入るっていうものは捨ててしまおう。そうじゃないとね、今の世の中って、よく言うじゃないですか、貧乏人ほど物が置いて。なんでかっていうとね、なんていうの、今の社会って、みんなある程度豊かだし、物も手に入るでしょ。だから物よりも空間の方が価値があるっていう時代なんだってね。だからやっぱり、たくさんのもので空間を埋める。で、安心かっていうと意外と、その、なんか物って、邪気っていうか、エネルギー吸い取るんだってね、物って。だから、あんまり物がありすぎるのは、その人のエネルギーすごく吸い取っちゃうから、簡素の方が、自分が、こう、元気でね、気力があるというふうに言われてるので、捨てるっていうことを今回、そのね、お母さんのお家を片付けることで体験させてもらってるので、もうじっくりね、捨てるっていうことを身につけて、一段落したら、私もね、修行の一環として、捨てるっていうことをやっていきたいと思います。はい。ということで、今日の、ちょっと昨日からやってるんだけど、和尚のカードを見つけたんですよね。姉にもらったやつ。今日のインスピレーションカードっていうことで。結構これ、まあ、タロットって占いなんだけど、私、心理学的に占いってすごく有効だと思ってて、自分のインスピレーション、普段考えない側面から、いろんなことを発想できる、すごくいいと思ってます。なので、ちょっと今日の一枚、皆さんに、そして私に、インスピレーションを与えるカードを、言ってみたのか今日ひっくり返るな。
けど、まあ、ひっくり返ったカードを本当は採用してもいいんだけど、今日は。はい。これです。あ、これね。はい、今日の一枚。これなんて書いてあるの？プロジェクションズ。プロジェクションズってどういう意味だろう、ちょっとわかんないんですけど、調べてみたいと思います。水の7。水の7。はい、投影っていう意味だね。プロジェクション。読みます。映画館であなたはスクリーンの方を見て、決して後ろは見ない。映写機は後ろにある。フィルムは実際にはスクリーン上にはない。それは影と光の投影に過ぎない。フィルムはまさに後ろにあるが、あなたは決してその方を見ない。が、そこにこそ映写機がある。あなたのマインドは、ことの全体の背後にあり、その心が映写機だ。だがあなたはいつも相手の方を見る。というのも相手はスクリーンだから。あなたが愛していると相手は例えようもなく美しく思える。憎んでいるとその同じ人が最も醜く思える。が、同じ人がどうして最も醜くなりうるのか。そしてその同じ人がどうして最も美しくなりうるのか。あなたはそのことには決して気づかない。だから真実に至る唯一の道は自分の目でどうやって直に見るのか。心の助けをどうやって落とすのか。を学ぶことだ。心のこの仲介が問題なのだ。心には夢を生み出すことしかできないからだ。あなたの興奮を通してその夢が現実のように見えてくる。興奮しすぎたらあなたは酔ってしまう。そうなったらあなたは正気ではない。そうなったらあなたが見るものはすべてあなたの投影に過ぎない。しかも世界は心と同じ数だけある。というのも心はそれぞれ自分自身の世界で生きているからだ。投影です。ということですね。解説。このカードの男性と女性は、これですね。このカードの男性と女性は顔を合わせていますが、それでも互いに相手をはっきり見ることはできません。自分の心の中に作り上げたイメージを投影し合い、自分が見ている相手の本当の顔を覆い隠しています。私たちは皆自分で作った映画を周りの状況や人々に映し出すことに熱中してしまいかねません。それは私たちが自分の期待、欲望、そして評価によく気づいていないときに起こります。私たちはその責任を自分で取り、それを認めるのではなく、他人のせいにしようとします。その投影は極悪なものであろうと、神聖なものであろうと、不穏なものであろうと、安心感を抱かせるものであろうと、投影であることには変わりありません。現実はあるがままに見るのを妨げる雲なのです。そこから抜け出す唯一の道は、そのゲームをはっきりと見抜くことです。他人を評価していることに気づいたら振り返ってみましょう。あなたが相手の中に見ているものは本当にあなた自身のものですか？あなたの視界は澄んでいますか？自分が見たいと思っているもので曇ってはいませんか？ということですね。プロジェクション。まあ、投影っていうことですよね。まあ、物を見るときって、現実を見ているようでもみんな自分のフィルターを通して見ているんだよね。だから、まあ、現実を見る、事実だけを見るとか、よくジャッジしない、ジャッジメント。まあ、この人、あの人はこういう人だって思っている自分の価値観が、そう、投影されて見えているだけで、その人の実態と、自分が解釈して、自分の脳の中でひどいなぁと思ったり、いいなぁと思ったりするのは、自分自身の投影であって、実際のその人の現実とは違うんだよっていうことを知っていることが大事っていうことだと思いますね。まあ、客観的に、なかなか俯瞰して物を見るって人間には難しいですよね。やっぱり自分の価値観で判断するから。
だから何かと向き合っていても、それは自分自身の姿を見てるっていうことなんだっていうことにをいつも意識するっていうのはすごくいいことだと思いますね。特に苦しい時なんかはね、まあ、うん、ちょっとこのカードがね、これから今日のインスピレーションカードですけど、いろんなことを思い当たるかもしれないし、最近起こったこと、そしてこれから起こることのちょっとした考えの元になればいいと思います。明日も同じように片付けが、多分片付けねえな、何日もかかるかなと思います。それぐらいの量があります。でもこれも一つの学びですから頑張りたいと思います。それではまた明日。